今日は、出だしが最近の試合と比べると結構良くて、で、ディフェンスも40分間結構激しくやれたので、ブレックスらしい、勝利だったんじゃないかなと思います。個人的には、チームはすごいかと、個人的にもう今日はスピードだったりスリーポイントだったり出せるもの出したのかなと思って、そこら辺どうですか？そうですね、このプレシーズンの間に、ちょっとずつ自分も慣れてきたので、ブレックスのプレーにオフェンスの部分で、だから今日は、もうちょっとアウトサイドシュートとか、いずれシーズン、レギュラーシーズンもいずれ多分相手のチームもスカウティングして、僕の多分ドライブを止めようとするので、そういう時に、今日みたいにスリーポイントを、何本か決めきれれば、やっぱり相手も守りづらくなると思うので、今日はそういうアウトサイドシュートとかをもっとアグレッシブに打とうと思いましたし、やっぱディフェンスはどの相手でもやっぱスピードは自分の持ち味だと思うんで、毎試合アグレッシブにやっていきたいと思います。昨シーズンの途中から、今シーズンから本当にフルなので、ある意味リアルルーキーみたいなシーズンだと思うんですけど、その昨シーズンから今シーズンまでやっぱり日本に帰ってきた慣れとかもいろいろあったと思うんですけど、やっぱり今年こう今好調キープしているこう要因というのはプライベートも含めてどのようにご自身分析されますか？コロナでちょっと試合が昨シーズンは途中で終わって、で、オフの期間がすごい長くて、で、個人的にはこう来シーズン、今シーズンなんですけど、あの時はこう来シーズンどういう計画立ててチームに馴染んでいくかっていう、考える時間もすごいあったので、自分にとってもこうなんかいろんなシチュエーションを頭の中で考えたりして、で、そのなんていうんですかね、自分で立てた計画が今のところこういい感じに効いてるんじゃないかなと思いますね。やっぱり自分のいいところを出しながらチームにフィットしていくのもそうですし、一番多分大事だったのはやっぱ体を変えるっていうのは、やっぱアメリカにいた時はちょっと体が重くて、向こうの選手とかにフィジカルで負けないように筋肉も結構なんていうんですかね、ウェイトでやらされてたんで、日本に帰ってきて B リーグでやるためにはやっぱもうちょっと細くなって、軽くなって、スピード体力が大事になってくるので、そこが一番の違いなんじゃないかなと思います。あと開幕まで2週間、来週というのもありますけど、この2週間どのように過ごしてこう BP 戦を迎えたいと。僕はやっぱりまだまだ特にディフェンスの部分でもっとチームのルールとかディフェンスのルールをもっと習わないといけないので、やっぱり映像とかアシスタントコーチとかと一緒に見て、沖縄戦までにはこう完璧にチームのルールを理解して、で、あとはもう今の体力を維持する、もしくはもっと走れるようにしたいですね。はい。あともう一つ、B1 の昇格を狙っている茨城との対戦でしたけど、改めてこの40分間茨城と対戦して、こう茨城に対するロボットに対する印象ってどのように感じましたか？いや、本当にいいチームだなって思いましたし、なんかすごい相手のディフェンスもアグレッシブで、で、外国人選手もすごい得点力もありますし、なんかすごいまとまったチームだなっていうのは本当に印象的でしたし、ちょっとびっくりしましたね。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。その他ございますでしょうか。大丈夫ですか。はい、それではありがとうございます。ありがとうございました。